はいどうも皆さんこんにちは、ドライブと申します。今回もねバイオハザードビレッジシャドウオブローズをプレイしていきたいと思います。前回まではねドナテを無事クリアすることができてね、あの恐怖のドナテを脱出することができ、エブリンをね倒したのかな、倒してはないのか、倒そうとして逆にね倒されかけたけど、マイケルがイーサーの姿をしたマイケルが助けてくれたのでね、こっからは一人でなんか進んでいくようです。やっていきましょう。お、道の扉。一体なんでこんなところに。ハンドガン、頭、あ、武器が帰ってきてる、助かる。多分ね、そろそろ終盤なのではと思ってるんですけどね。この景色やば。ここは一体何なの。いやでも外ってなんか助かるな。暗いけど明るい、部屋よりかは明るい。巨大な金閣を目指す。金閣でやってんのかな。お、ローズよ。ウェイウェイ。何なの。いやでも多分前回までが一番怖いと思うねんや、このバイオハザード史上、バイオハザード史上、ビレッジ史上で。だから多分今回はね結構サクサクいけんちゃうかな、思ってますよ今回は。うん、みんな私城で見た時と同じ。はい、生き返っちゃう。なるほどね。これは一回食らおう。なんかここで能力使うのもったいない気する。でもそこまで強くもない。頭2発、オッケー。頭ありがとう。ローウチ3発ね。お前何じゃん、お前共食いすんなって。いや硬いな、お前共食いされたやつも生き返ったって。さすがにね、これは邪魔よね。さすがに今の能力を使わざるを得なかった。結晶を見つけなきゃ。おいしょ、おいしょ。でもこれさ、あのビレッジのさクリス編でもこの先一番地下奥やったよね。研究所があったよね、ここ。確かミランダの。だからほんまに多分これ終盤ちゃう。よかった、ハイゼンベルクの工場とかなくて。生まれた。私のコピー、ここで生まれていたの。セーブします。誰かいたみたい。金婚は全ての生物の記憶を吸収するが、その内部にいて展開される世界にはある種の法則が見られる。一つ、記憶は現実に忠実というわけではない。二つ、個としての意識を保つことができるのは生前より金冠王力
を得ていたものに限られる。ここまでは生前に時折見える刑事からも推察が可能であった。肉体が滅び、私の全てが完全に金庫の中に入り込んだことにより、この驚異的な仕組みへの理解が深まった。私が長年生きてきたことは無駄ではなかったのだ。積み上げてきた膨大な記憶は、金庫内でより大きな力となった。この力を駆使すれば、他人の記憶に干渉することも可能だ。しかし問題も山積みだ。何より頭が痛いのは、大切なただ一人の記憶がうぞうむぞうに溶け込んでなかなか吸い上げられないことだ。記憶を抽出するに際、受け皿となる器が必要となるだろう。となればそれに相応しいのは実績なローズマリー・ウィンターズしかいない。個人ら友人らの記憶を復元編集する試みについて、金庫内に保持された記憶から個人でいいのかな、編集および復元を試みた。没後時間が経ったものの記憶は金庫内に拡散し、他者の記憶と混じりゆく傾向にある。そのため特定の個人の記憶のみを抽出することは困難を極めた。今回は記憶の欠損部を他者の記憶で埋めることの可能性を検証した。結果、個人読み方わからん。記憶の寄せ集めから一人の人間をこの世界に作り出すことが成功。しかし想定外の剣道が多い仕上がりとなった。特徴的な顔面の欠損、あれか、なんとか性が強く歪んだ人格、そしてなぜか見覚えのある風体。結論、編集は波状が生じやすく安定性に大きな問題があるようだ。器作成には不適な。それがローズをどんどん作り出してるのか。いた人どうかしてる。あ、めっちゃショットガン弾とかもらえる。これボス戦です。ローズマリー・ウィンターズは完全な複製を作り出し、器とする想定だった。しかし何らかのノイズが入るようで、完全なローズの複製を作り出すことができない。現れるのは動く人形のような無力な抜け殻ばかり。これでは器としては使えない。一体何が原因となっているのか、さらに思考が必要だ。ノイズとなり得る要素としては、本人が存命であること、内部から何らかの干渉、複製プロトコルの欠落、欠陥などが考えられる。どれも可能性としては低く、対処は困難だ。ローズ本人のこの世界に連れ込み、自ら歌となるよう仕向けられたな。それがあれか。誰だっけ、うわ、名前飛んだ。デュークがやってることなのかな。実験系破棄物ともいえるローズの抜け殻、ここではコピーローズとする。もう何らかの刺激を与えれば、本物ローズと同じく機能し始める可能性あり。なんとかの、望みをかけ、コピーローズへのストレス実験を開始。本件は仮面の公爵かデュークや。この人、もしかして、ずっと私を見てたのか。まさかね。個人の記憶を抽出する思考を繰り返すうち、この世界に想定外のゴミが紛れ込んだようだ。このゴミ、エブリンとかいう出来損ないの勝手な行動により、計画狂いが出てしまった。本来なら今後ローズマリー・ウィンターズは全ての横着とその能力を全て捨て去っているはずだったのに。せーのか。ああ、もう。これまたエブリン倒すんや。ここでまた。違う？セブンでも倒したけど。ここでも倒して本当にエブリンの存在を消すと。そういうことじゃないか。違う？また力を感じる。すごく強い。結晶が近いんだ。ちょっと得体読みしちゃってるけど。すぐだよマイケル。基本ね、ボス戦の前ってアイテム落ちきがちやからね、どのゲームにしても。マジでボス戦やと思う。まああれやもんな。何やっけ何やっけ、遠いな。ヴィレッジでもここ突破したらボスやったもんね。みちみちて、まちまちみちみちて、なんたらたる黒き神よ、今こそ新たな世を作りたまえ。黒きなんちゃらによる恵みを再び
受けたまえ。失われて散った愛しが、散った愛し子がこの地に落ちた地によりて、うつろの眠りから真に目覚め、すべてから救われること。どういうつもりで、俺も漢字マジ読めません。漢字の読み方マジで無理。感じるわ、今度こそ本物。もうちょっとそっちはちょっと。ナイス。うわ、消えていく。力が抜けてく。嘘みたい。なのね、普通の美少女に戻ったミランダ。まさかのミランダ。読み違った。来たか、待ちかねたぞローズ。誰、あなた誰なの。我が名はミランダ。なんだ、こんな顔やったっけ。成長して力をつけたお前を、もはや私には封じることができなかった。だからこそ自分の意志で力を捨てるようにこの世界に呼び寄せる必要があったのだ。そんな、でもKは言ってた。そいつが本当にそうか。私が見せた幻覚だ。マジか。よくできていただろう、そう思わぬか。そんな、だからあんな曖昧なこと言ってたんか。さあ、我が娘エヴァの器となるがいい。どうぞ、逃げろ。イーサン、おのれ、イーサン、行け。イースさん、顔は見れない。でも実体化するとは、ローズ、逃がさぬぞ。絶対に。ローズ、ローズ、急げ。イースさん、ショットガン持ってる。イースさん、強い。逃がすものか。俺もショットガン持つ。絶対に。助けて、イースさん。待って、本当に父さんなの。イースさん、足早い。だが話は後だ、走れ。あ、かっこいいね、イーサン。ヒュアちゃんみたい。お父さん、足早いよ。ロース、ありがとう。どうして正体を教えてくれなかったの。なんでマイケルって呼ばせたの。混乱させたくなかったんだ。お前を守りたかった。めっちゃいいお父さんや。一人に進まなかった。出口を探していたんだ。心配ない。すぐそこだ。ローズ。やばいです。娘から離れろ。あの家族に手を出すな。さあ、早く。その距離のショットガンはそんな強くないで。じゃあショットガンのレンジ間違ってるわ。逃れられると思う。イースさん、またしても忌々しい。ローズ、今のうちだ。普通に生きて友達を作れ。もう化け物なんて呼ばれない。でもローズ、行くんだ。父さんを置いていけない。分かってるよ。強い、イーサン。でも無事でいてほしい。
だから早く。いいさ、どこにクリッシュ、ここはいいから早く行け。いいさ、え？父さん大丈夫、私に任せて。うわ、その程度の力でこの私に立ち向かえると本気で思っているのか、愚かな小娘。え、すげえ能力。同じだと思わないで、本当の力を見せてあげる。何も恐れる。すげえ強なぜ無駄に苦しもうとする。おいよ、いた、移動中はできないのね。無駄なあがきよ。ほんで、仮に生き残ったところで、飛んでくる高弾を吸収する。お前に何の意味がある。父親を救えるわけがない。お前たちは異なる世界にいる。待って、わからんわからん。一旦がエグ入れて、すぐに終わらせてやる。これ吸収できてんの。さあここで終わりだ。この手小娘が ほら待て待て、逃げるなよ。誰も攻めはしない。こういうことか。なぜ私に噛むか。あ、そういう攻撃もできるのね。私を殺せるとでも。ほらバカ野郎、己、この野郎、バカしいぞ。お前の力はやはり特別だ。引き出した甲斐があったの。瞬間移動でかわして、ずいぶんと苦労したがな。うまくやったつもりでしょうけど、後悔させてあげる。おいよおいよ、我が気ももはやここまで。お前の攻撃なんかで当たることないぞ。こんな来い、我が元へ来るのだ。そろそろ時間切れだ。最後の最後食らってもだ。貧困の世界の中でエヴァの復活だけを願った。だが何度器を作ったところでエヴァの器足りうるものはなかった。だからお前でなければならないのだ。お前だけが吸収できません。エヴァを受け止め復活させられる。タイミングがわからん。何を犠牲にし幾年かかろうとも、私はこの大願を必ず成し遂げる。さあ我が天。何？来た。あ、そうや、俺これ持ってんねや。ほら、避けてくださいよ。ほら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 、ありえない。ほら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 、これでショットガン弾作っていく。間違えました。まだわからないのか。お前の望む幸せは手に入らないのか。勝手に決めないで。私の幸せを私が決める。
いいのか。私を殺せば唯一の理解者を殺すことになるぞ。強すぎだろこの能力。ここね。おいおい、どうしたどうした、おいこの野郎。こんな力持っているはずが。もう終わりにしよう。お前に勝ち目などないの。いや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 、我がずるずるずる、積年の思い受け取るがいい。あ、イベントか。こっちだ父さん。この力で奴を。親怖い。イーサン。よし、やってやる。大いなる力にその体を明け渡すがよい。強すぎ。ほら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 。エヴァの器としてこれ以上の素材は他にないというのに。ああ私は器なんかじゃない。誰かのコピーでも身代わりでもないわ。私は私を。かっこいい。私を。ずっと。いや、チャンスを逃してしまったな。本当にすまない。違う、決めたのは私。一つも後悔してない。あの時帰ったら父さんと話せなかった。こんな風に顔見て。いや最高やね。私は大丈夫。自慢の娘だ。誰よりも頑張ってる。愛してるよ。絶対に兄さんの顔見えへん。私も愛してる父さん。うわ、帰ってきた。戻ってきた。戻ったのね。ああ、
男の子は月に触れると思う？そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。あ、ここに繋がんの？これ。なら触れるかもね。でもきっとすごく冷たいよ。ねえ、そうね。お父様はシャチとは違うんじゃないかしら。わかんないよ。ここにつなえ、これ一緒かな。ビレッジのエンディングと。あの時指輪してたっけ。父さん、誕生日おめでとう。先週は来られなくてごめん。テストとかいろいろあって。わかるよね。あ、一緒での会話は。もうタイミング最悪。仕事みたい。愛してるよ。ああ、見つけた。例の場所だ。こんな日に限って。君の出番だ。頼むぞ、エブリン。二度とその名前で呼ばないで。おいおい、ただの冗談だろう、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。そういうことね。いつでも撃てるぞ。待機してろ。問題ない。いや、いろいろ繋がったな。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。そういうことね。あー、すごい。俺この後の話だと思ってた。この前の話だったんや。あれ、イーサン、あれ、ジェンちゃん。そんなわけないか。終わったールーキーガールゲットリザルト。2時間54分。約3時間やね。約3時間。はい、というわけでね、シャドウオブローズ無事クリアということで、約3時間かかりました。いやー、俺ビレッジのあのエンディング、さっき見た、今見たエンディング、バス乗ったあの後の話やと思ってたんですけど、その前の話やったんですね。すごいなぁ。だから、力を、エブリンに、敏感やったり、クリスの知らない力を使うとか言ったりしてたんか。なるほどね。すべてが繋がった。いや、面白かったな。でも、本編より、めちゃめちゃ怖い。本編よりめちゃ、やっぱドナテイがやばいっすね。ドナテイが一番怖かった。もう本編も、ローズ編も、ドナテがやばいっす。いや、面白かったな。これまたあれやね、三人称視点でイーサンまたプレイしていきたいなと思いますね。いや、もう一回、あの、普通のエンディング見たときに、イーサンのビレッジのエンディング見たときに、あの指輪をつけてるか一回確認したい。それだけやな。最後までね、ご視聴本当にありがとうございました。これにてね、バイオハザードビレッジシャドウオブローズは終了したいと思います。まだね、チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録とね、グッドボタンを押していただけると、モチベーションにね、ぐんとつながるので、ぜひともよろしくお願いします。
それじゃあね、また何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。